は、教員の午後、どうも、カルスカキです。今日はですね、この手元動画をやっていきたいと思います。今日はね、スプラトゥーンでね、よくね、手元をなんか見たいっていう方が多いので、今日はね、こちらの手元をね、映して動画にしていきたいと思います。よし、手元動画やっていきましょう。でですね、どんくらい離れてんのっていう質問も多いので、答えておきますと、だいたいこんくらいですね。まあ、こんくらいって言ってもわかんないと思うけど、ヒューンバーン、ヒューンバーン、こんくらいです。で、結構ね、ジョイコンをね、使ってる人って多いと思うんですけれども、俺はちょっとジョイコンじゃなくて、こちら、プロコン使っております。なので、今回はこちらのプロコンの手元動画撮っていきたいと思います。やっていこう！さあさあ、やっていきましょう。ガチホコバトル、ムツゴロかじゃあ、ちょっと、ムツゴロはちょっと野生的っぽいローラーになっていこうかな。でね、本当はね、椅子の下で、机の下で、コントローラー持ってるって言ったんですけれども、ちょっと、カメラ的に、なんか、おかしかったので、そこカバー入れた。カバー入れた。あとはどこ？ここに一発入れとこうか。ここか。2枚やった。だけど、ちょっと、意外に案外できそうだったんで、ちょっと、上でやっちゃおうかな、みたいな感じで。ちょっと上でやっております。見えにくかったんで。縦振りこれ決める。やった！やったけどカバーもらった。で、死んだ時は、よく、こうやって、狐作って遊んでます。間から、味方いいね。おぉ、すごい。結構進んでる。そこのカバー入れてあげないと。俺がやられちゃったよ。やべえ。一回三落ちか。うん、これは一回、うん、しゃあない四落ち。でも、初手29はもういい。肉の日って感じ。今日の夜ご飯に、お肉にするわ。もう決めた！さあ、このまんま、そこいるのカバー入れるわ。やった。やったけど、ちょっと待って、これ、丸見さん。ここね、いるんじゃない？この延長線上に。いるよね。ここ裏入れるわ。ナイス味方今のは。よいしょ。いやーもらっちゃったカバーで、左に一人いるんだよね。これこのまま抜けられたら、ま、一人しかいないよね。これレムはしていません。やられたらもうワンチャンやばいよ。あ、いやーこれやられたなー。あそこあっちから行かないで、もう正面から行く必要なかったー。二人正面から行ったのマジ、正面じゃねえや、真ん中から行ったのマジで無意味だったなー。初手29まで運べたのに。そこはカバー入れるよ。あった。くっそー。こっからどう、死んだかこれ。大丈夫か。そこカバー。ここ。やばい、相打ちになられちゃった。まあ、でも今見た感じ、なんだかんだ10キルぐらいしたかもしれないけど、あんまり動いてるイメージないでしょ。上下左右動かしても、だいたいここでカバーするから、ここ。ここで。だから、ここを結構多く使って、あとは微調整。それだけで戦ってるみたいな感じかな。それだけで戦ってるっていうのはまた違うけど。いやー、マジ悔しいな、これ、ほんとに。まあいいや、次頑張る。さあさあ、ガチオクムツゴロウ、全く同じですね。やっていきましょう。今回は気合い入れるよ。さあ、やっていくよ。編成は似たり寄ったりみたいな感じやな。だったらオッケー。やっていこう。初手、ローラーそこ、入ってない？あそこか。割れたと同時に、そ、いやーもうこれ入っていくけど、とりあえず。やったけど、ローラーもらうかも。いや、やれたら2枚やった、2やった、2やった。2やった、2やった。一応道は最大限作ったけど、いる感じか。ローラーいた、びっくりした、びっくりした、ローラーいた。ローラーのイモリが、相手もイカ忍者積んでるからよ、ちゃんと音聞くか。音聞こう。あー飛ぶぞ。やべ、これ沼ちゃんか。いや、やってくれた、でかい。やってくれた、でかいけど、あえてここにイモリます。あー割られたらやばいな。あ、味方ってくれたからいいけど、ここいるね。あー壁沿いにいるのか。はい、これもらう。やばい、もらう。あ、取ってくれる。ナイスナイス。道は作って正面には、うわー、なんだそれ、どっからもらったんだ。あ、着地か、普通に。ふー、やっていくぞ。この調子でいけば
結構押し押しで強かったりするけど、あ、ナイス俺のボムちゃんがやってくれたな。あ、これやれんな。よいしょ。2やった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 。これはどういう状況だ。これはどういう状況だ。あ、幼稚です。道作る道作る道作る。あ、正面から行くか。あ、そうだね、確かに。ナイスナイス、落ちた。よーし、勝った。いいぞ、今のローラー良かったんじゃない。今のローラー、イェーイ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 。よっしゃ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 。あっち向いてるキツネ。よっしゃー、今のは良かったんじゃない。超集中したよ、ほんとに。前線も荒らせたしね。いやー、これが手元動画です。イェーイってことですね。ちょっとね、場所変えました、カメラの。あのね、三脚とカメラめっちゃ邪魔だったからさ、ちょっと場所変えたんですけども、コツ的にはこの腕あるじゃん、腕を太ももに固定固定して、で、ね、ここでも大まかにエイムで、ここで微調整、そんなイメージです。で、あのね、椅子に座ってないから参考にならないよって人いると思うんだけども、俺もね、スプラトゥーン1の時はね、ずっとアグラでやってたんだけど、それも全部一緒ですね。固定してここでこうやってやると。いやー、そんな感じでちょっとガチマンやっていきましょう。さあさあやっていきましょう。あのね、ヤグラに変わっちゃったヤグラに変わっちゃった。でもまあ、ヤグラでもやることは一緒、頑張りましょう。よーし、手元、せっかくの手元動画だからね、やっぱ手元をね、うまくちょっと意識してみよう。このスナップですよ、スナップ、このスナップやっていきましょう。さて、所定はハイドラそこにいるし、はシールド持ちがいたんで危険だったね。ハイドラ上来てくんねえかな。あー、なんで俺が狩られたんだよ今の。はあ、なんで俺が今狩られたんだよ今。バレてたかな。うわ、やらかした今の。今俺バレてたかな。たまたまだよな。もうほんとたまたまもらうの嫌なんだけど。あ、終わった終わった。もうなんか、ナイスの声もあった。もうダメだ、手元集中するの一回やめます。あの、もう手元はあくまでおまけとしてつけとくイメージでやるわ。じゃないとちょっとまずいですね、これ。おいしょ。一応1枚買った、2枚買った。そこいるの、この辺いない。この辺でやられたって言っても、まあその辺一回放置でもいいんだよな。このまんまこっちを今度は見てあげなきゃいけないから。やばい、やられたわこれ。あ、まあ持ってたからいいけど、今のはダメだったな。うん、今のはダメなプレイ。手元のイエーイ手元動画ってなんか見ててさ、意味あるかな今更なんだけどさ、一応なんか手元動画見たいって言われるからあれだけど、でもどんな風になってるかぐらいはイメージ持ってた方がいいか。まあ参考になればいいかなみたいな。よいしょ。よく今持ってけたい。死ぬわ。これ、狩られるわ。あ、狩られるよね。あー、やばいよー。いや、でもまだ言うて59か。でも結構、敵打ち合い強いから、そこだなー。あとは、ナイス弾持ってかれるから、ハイドラ一回削って。あ、俺に入ってきたか、今。奥張って思ったんだけどな。あんまこれ以上進められたくない。そっから奥は絶対進ましちゃダメ。そっから絶対ダメ。そっから進められたら結構めんどいんだよね。危ない。ここで一回戻す。で、この辺か？いない？この辺だ？オッケー。一人帰らせ。一人帰らして。いいとこまで運ばれちゃったからな。今度はこっちのターンだよ。それは甘い。え、待って。いや、ナイスナイス。いないよな。一回ナイス弾で運ばれちゃうのは仕方ないとして、そもか。え、まだやれない、マジで最悪。さて、ここいる、いた、よっしゃー、やったー。オッケー、ちょっと乗ってもらうわこれは。俺今度こっちの番。ここいも、いもって、ここ絶対どうにかしないと。やぐら進まないから右に。あー、やばい、それ落ちちゃうか。いやー、ここが一番難しいんだよね。相打ち、ここが一番難しいんだよね。ここ進めんのが。いやー、43まで運ばれたの痛いなー。
でもまあ編成的にジェットパックとあるからあそこ運べると思うんだけれど、ちょっと厳しい感じになっちゃってるって感じか。ここ奥に打つ。反対。やった。よいしょ。あ、やば、降りちゃった、もしかして。乗ってくれる？ナイス。いや、正面任せるか。こっち、こっち。あ、いや、大丈夫そうだな。いや、マジかー！そこやり行こうと思ったのに全部もらったなー、今の。くー、残り1分ちょいかー。いやー、でも、いや、関門だけでも、行きたいけどな、せめて。あー、これやばい。ハイドラは、軽。やった。やったけど、いや、カバーが早いね。絶対カバーされると思った、今。人数有利状況が続かないなぁ。これはね、まだ全然、俺は勝利が見えるよ。え、そんなにノックバックすんの？マジかよ。ローラーあれだなぁ。あんま叩かない方がいいかも。そんなにノックバックすると思わなかったな。ノックバックされたらだってね、あんま2回目叩きに行けないしな。あ、うまい。やれねえか、それ。やった。負けたー、くっそー。